逃亡犯罪人引渡し法、逃亡犯罪人引渡し法、逃亡犯罪人引渡し法、英語、アクトーブエクスタレディションは、日本の法律の一つで、犯罪人引渡し条約の整備国内法である。外国、請求国から犯罪者、逃亡犯罪人の引渡しの請求を受けた、際の国内における手続き処理などにつき規定する。1953年、 昭和28年7月22日から施行され、これ以前に存在した逃亡犯罪人引き渡し条例、明治20年直例第42号は廃止となった。本則は第1条から第35条でなる。なお、刑事に関する手続きが行われたものは、従来の条文が有罪の宣告、弱区破国訴告発を、十 ケタル社だったが刑事に関する初犯の手続きが行われたら引き渡すことができるとして範囲を広げた第3条から第21条までにおいて犯罪人の引き渡し手続きの流れが規定されている第3条は外務大臣が引き渡しの要求を外国から受けた場合の手続き規定第4条は法務大臣が 外務大臣からその書類を受けたときどうするかについて。第5条は、引き渡しの手続きを行う場合に、身柄の拘束の規定。東京高等裁判所の裁判官かのあらかじめ、発する公金許可状という令状が要件として、身柄の公金ができる。公金許可状の手続きあるいは、記載事項等が2項、3項等において規定されている。第6条は、 その執行手続き。第7条は、執行した場合の東京高等検察庁の検察官の手続き。身柄を受け取った場合に人違いであるかどうかを調べ、人違いでないときはこれを指定の監獄に入れるという手続き。第8条では、週間後の手続きとして、改めて正式に審査請求がある。24時間内に行う。第9条では、 東京高等裁判所における審査手続き、2ヶ月以内に決定をする。なお、審査についての関係承認の尋問、鑑定、通訳、翻訳等の手続きなどは、刑事訴訟法の規定がそのまま順用される。第10条に、東京高等裁判所での決定の種類、内容等、請求が不適法であるときは、これを却下する決定、引き渡すことができない場合など、 実質的、内容的にできない場合、引き渡すべき場合にはその旨の決定。この決定については不服の申し立てはできない。ただ、その決定に基づいて、法務大臣が行政処分をした場合には、これは一般の行政手続きに、術て不服申し立てのとがある。第11条、審査請求命令の取り消しの規定。例えば、 定約国からそういうような犯罪人の引き渡しの請求を撤回するという場合など、第十二条、逃亡犯罪人を釈放する場合、東京高等裁判所が、第十条一項の一号、二号のつまり却下する決定あるいは引き渡すことができない旨の決定をした場合、または前条の規定によって審査請求命令が結局取り消しになった場合、これは、 公金が不必要になるので、逃亡犯罪人を釈放する。第13条は、裁判された場合の裁判所の当本を法務大臣に提出する場合の規定。第14条、法務大臣が引き渡しに関する命令をする場合の規定。法務大臣は、第10条第1項3号の決定があった場合、つまり引き渡してよいとの東京高裁の決定があった場合には、 逃亡犯罪人を引き渡すことができ、かつ引き渡すことが相当であると認めるときは、東京高等検察庁検事長に対し、逃亡犯罪人の引き渡しを命ずるとともに、逃亡犯罪人にその旨を通知し、逃亡犯罪人を引き渡すことができず、または引き渡すことが相当でないと認めるときは、直ちに東京高等検察庁検事長及び、 逃亡犯罪人にその旨を通知するともに、東京高等検察庁検事長に対し、公金許可状により拘禁されている逃亡犯罪人の釈放を命じなければならない。ここで、初めて法務大臣が、東京高等裁判所の決定に基づいて、行政処分なす。第十五条、引き渡し命令に基づいて、引き渡し命令の日から起算して三十日目までの間に、 相手方に引き渡す。定約国に対し、引き渡しの命令が出たから受け取りに来るように通達する。第16条、措置についての規定。引き渡しの命令は、引き渡し条を発して行う。3項、4項の規定は、引き渡し条は、検事長に交付する。定約国の方に、受け取りの書面として、受領許可状を外務大臣を通して交付する。 第17条、引き渡す、際の手続き。東京高等検察庁の検事長は、法務大臣から引き渡し状の交付を受けた場合において、逃亡犯罪人が、公金許可状により拘禁され、または、その公金が停止されているときは、逃亡犯罪人が拘禁され、または停止されるまで拘禁されていた監獄の長に、対し、引き渡し状を交付して、 逃亡犯罪人の引き渡しを指揮しなければならない。つまり、監獄の長に対し、引き渡しの命令を出し、指揮をする。第十八条、法務大臣は、手続きの上で必要なことがすべて終了したら、外務大臣に対しいつ何日どういう場所で、引き渡したい、あるいはいつまでに、これを取りに来いとの通知をする。第十九条に、 外務大臣は引き渡す側に正式に通知を行う。第20条によって、初めて引き渡しが行われる。第21条には、身柄の受け取りまでの期限が示されている。第22条は、特殊な場合として、公金の停止。特に必要があると認めるときは、公金許可上で、すでに公金されているものを、親族その他適当なものに委託して、あるいは住居を制限して、 抗金の停止をすることができる。なお、抗金停止を取り消してまた収容する場合の手続き、等を参考以下等に規定。第23条以下は仮抗金手続きについて、事件が極めて明白な場合には、一応仮抗金するという手続きを規定。外務大臣は、引き渡し条約に基づき、定約国から逃亡犯罪人が犯した引き渡し犯罪にいて、 そのものを逮捕すべき胸の令状が発せられたことの通知があり、つまり引き渡しを受ける国で正式の令状が発せられた通知があり、かつ当該定約国の外交官が定約国において引き渡し役に術手逃亡犯罪人の引き渡しの請求をすべき胸を保証したときは外交官からこれは確かにちょっと遅れるが、自分の方で引き渡しの請求をするという保証をした場合には、 その通知及び保証があったことを証明する書面を作成し、これを法務大臣に送付しなければならない。ということに始まり、24条以下に仮交金の手続きを規定。この仮交金の性質、期限、その執行の問題等が30条までの間に規定してあり、概ね交金許可上の手続きに順ずる。第十一条から第十五条において、管轄や、 条約の新たな締結後の方の適用関係、公金にちて、参入期間などについて規定されている。第31条、東京高等裁判所の審査に関する手続き及び、公金許可条または仮公金許可条の発布に関する手続きについて、必要な事項は最高裁判所が定める。第32条この法律では、東京高等裁判所と、 東京高等検察庁の検察官が執行する。第33条引き渡し条約の効力、発生前に犯された犯罪につきその効力、発生後になされた引き渡しの請求に関しても適用されるものとする。第34条法務大臣は、外国から外交機関を経由して、当該外国の関係が他の外国から引き渡しを受けたものを、 日本国内を通過して護送することの承認の請求があったときは、次の各号の位置に該当する場合を除き、これを承認することができる。犯罪行為が日本国内で行われて、日本国で犯罪となるものでなくても、政治犯罪であるとき、請求が引き渡し条約に基づかないで行われ、請求にかかる者が日本国民であるとき、に該当する場合は承認できないが、 それ以外なら、可能。法務大臣は、この承認につき外務大臣と、協議しなければならない。第35条この法律に基づいて行う処分については、行政手続法、平成5年法律第88号第3章の、規定は、適用しない。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。